皆さんどうもこんにちは、魔法王国クレシの農場リリカルサトリエです。新登場ポケモン、ロコンでしたね。ロコンの話はね、確かね、前に来航イベントへのなんかこう準備みたいなやつでロコン出るかもみたいな言ってたから、まあまあまあ外してないということでね。いや、直近で言ってたなんかシャンデラがどう、クイッタランがどうみたいなのは全部嘘です。全部ね、偽です。はい、ロコンね、ロコンが追加されましたと。なんかここに来て初代が追加されるとはでも思ってなかったね。嬉しい。可愛いです、ロコン。月末の計画なんだけど、月末っていうか来月末だけど、エンテイウィーク？ブースターを入れるなら、鍋拡張じゃないですか、ブースターって。ブースター1、リザード2、で、なんか2みたいな感じでいいかもしれないな、とか思ってるんだよね。うちが持ってる炎タイプさ、全然いなくて、まあ、育ててるのがリザードンとさ、リザードン50レベと30ちょっとまで育てた火の嵐じゃないや、爆風と、あとはもう育ててないやつが、まあ、5匹ぐらいいるみたいな。炎タイプ、ひどくて全然もう、全然ダメで。その中にもね、別に、この個体めっちゃ強いみたいな子がいるわけでもない。からね、今回のエンテイウィーク、かなりね、茨の道の可能性がある。でも、力入れるならね、エンテイかスイクンな感じはあるんだよな。どうしようかな。と思ってます。で、進化させる硬派のリザードンが、まあ、まだ人影なんですけど、この子は進化させようかな。となんとなく思ってる。けどまだいい個体が来るかもしれませんから。じゃあもうちょっと保留です。炎タイプウィークの間はめちゃくちゃしっかりとね、飴を貯めてやっていきたいんでね。来週もトープに行く予定なんでね、炎帝対策と称して。うん。そろそろ月末なんで、あれも交換しないといけませんね。交換所のものですね。ポケモン GO++ を使って、毎日フルで眠れたとして、プラス、プレミアムチケットだっけ？プレミアムパスを使ってれば、まあ、基本的に、毎月マスターサブレと種2つと、あと、さっき交換してた万能飴、M をもらっても、お釣りがちょっと来るくらい、そのスリープポイントがもらえるので、まあ、本当にね、余裕がある方は、それをするだけでも、ポケモンスリープ、簡単になるんですが、ちょっと、ポケモンスリープのことをね、発信している身としては、やっぱりなんか、最近はね、ガチ勢がガチすぎて、ちょっと、みたいな感じの、なんかこう、楽しめればいいやな人がね、このポケモンスリープというゲームを、少しずつやめていってる現状なので、それはやっぱり寂しいので、楽しんでもらえるようなね、その課金無課金関わらずね、動画にしていきたいなっていう気持ちがあるんだよな。やっぱ何でも楽しいのが一番ですから。楽しくないゲームは続けなくていいし、でもできたら楽しんでもらいたいじゃない。そう、夢の塊 S とか M とか今めちゃくちゃ取っておいてて、まあ、今後、なんだろう、夢の塊が足りなくなったらね、砕こうと思ってるんですが、雨ブーストだとか、あとはその、まあ、リサーチランクの上限がね、さらに上がったりしたら、この夢の塊で手に入る夢のかけらの量も増えるので、まあ、必要がなければまだ砕きたくない。多分めちゃくちゃ今後夢の塊が枯渇していくと思っているのでね。てか、いいポケモンが手元にいたら自然と夢の塊はね、夢の塊はってか夢のかけらは全部使っちゃうからね。このゲーム難しいです。なんかこう図鑑を見てみても、ブラックホワイトのポケモンってこっそり抜けてる気がする。ってことは、次に追加される順伝はブラックホワイトのビージオン、コバルオン、テラキオン、
なのでは？え、どうですか？ここでブラックホワイトポケモン一気に解禁とかない？いや、ちょっとブラックホワイトさ、リメイクも見送られたし、不憫すぎるってちょっと。ねえ、ブラホワキッズに優しくしてもうちょっと。頼むよ。頼むよ、本当に。いや、まだ追加されたポケモンが少ないからね。まあ、仕方ないかもしれないんだけど。にしてもちょっと、優しくないよね。いや、ブラックホワイト、不憫すぎないですか？え、だって追加されたポケモンって、まあ、雪わらしとかはさ、まあ、ダイヤモンドパールだから、まあ、わかる。ディバードとかもまあ、時期的にもうね、わかるって感じだったんだけど、ヌイコグマからだよな。よくわかんなくなったの。ヌイコグマ。え？ってなったもんな、みんな。うん。え？ここにヌイコグマ入ってくるんですか？このメンツに？って。みんな思ってたって、絶対。サーナイトとさ、カイリュウが追加されてさ、プラスアルファ一体で、ヌイコグマですよ。びっくりだよね。なんで？いや、可愛いからさ、嬉しいんだけど、ちょっとね。え、ヤナップとかバオップとか来ないかな。ちょっと、希望的観測すぎるか。一匹追加したら全員追加しなきゃいけなくなっちゃうしね、この辺は。ゲーム制作の勉強してて、なんか、こう、いろんなね、演出の作り方みたいなのをやってるんだけど、なんか、ガチャってあるじゃないですか。ガチャの演出の中でさ、なんか、特定のユーザーだけね、その、ガチャを当たりやすくするみたいなのがあるらしくて。ずるくない？それ。それさ、いや、それさ、やるなら、うちにもくださいよ。うちのデータにもやって。なんか、その特定のユーザーっていうのは、例えば配信者とか、案件で配信してもらうときに、ちょっと確率を上げておくみたいな。そういうことができるんだって。すごいよね。今って。いや、まあ、そりゃそうかって感じではあるんだけど。いや、今日、海沿いのね、ところでね、海沿いというか、海の近くでね、録画をしようとしたんだけど、なんか海の、まあ、手前に、ちょっと岩場みたいなのがあって、海からすぐ砂浜があるじゃん。砂浜の、よりも手前に岩場があって、まあ、人が通る道があるみたいな感じの場所だったのね。で、人の通る道のとこからね、階段が出てるんですよ、岩場に向かって。で、その階段を降りて、岩場に行けるんですけど、階段の一番下は、ちょっと広くなっててさ、まあ、そこで滞在することもできるわけよ。ぐらいのスペースがあるの。で、なんか階段降りてったらさ、なんか、うちがさ、歩いてたまっすぐ直線上だけさ、階段一番下の段がなくて、思いっきり踏み外してさ、もう、カクーンつって転んで。でさ、まあ、観光地だったから、まあ、結構人がいるのね、周りに。めっちゃみんな、やーみたいな声上がってさ、めっちゃ恥ずかしかった。本当に恥ずかしかった。もう、本当に恥ずかしかった。もう、見ないでって思ってた。でもなんかこう、一緒にいてた友達にはね、あそこで転んだら、そのまま、まあ、下手したらそのまま転がって海まで行っちゃうよ、みたいな。岩場だったし、危なかったよ、みたいな言われて。でも本当に、それどころじゃなかった。けどね、めっちゃ怖かったです。みんなも足元には気をつけて。本当に嫌だ。なんか不注意なんですよね、全体的に。